とにかくね、間違ったことが教えられてることがかなり多い。複数形に注目してください。必ず複数形の名詞が入ってますから、代名詞に変えないと減点ですから、文で答えるっていうのがまあ一番大事かなと思います。ハローで始まりましたポケチャンネルです。今回はですね、英検3級の面接対策について話していこうかなと思いますね。まあ普段見ている人たちとはね、違う人が見てるかもしれないんですけども、他の級ね、私まあ本も書いてますが、12級とか2級11級の本も書いているんですけども、まあここでも面接対策担当してますが、概要欄にね、面接対策に12級2級11級の動画も出してますので、はい、そちらを必要な方ですね、ぜひ見といてください。3級について話していくんですが、他との連動も話していきますね。準2級、2級とか準1級が一体どういう力を求めてるのかっていうね、話もしていきますので、ぜひ参考にしてください。英検のね、面接で点を取りたい方、そしてお父さんお母さん、そして学校で面接どうやって教えたらいいのかわからない子供にっていうね、人にも役立ちますので、ぜひ参考にしてください。とにかくね、間違ったことが教えられてることがかなり多いので、そこをきちんとね、直していきます。まあ英検っていうのはね、とにかく点の取り方が大事です。点を取れる話し方をしなければ全く意味がないですから、せっかく英語喋れるのに、なんでこんな減点されてるのって思う人すごくいっぱいいるんですが、どの級でもいますから、なんできちんと点の取り方を知っていきましょう。まず最初ですね、まあ入室ですね、まあなんかね、トントン、メイカムインとかね、これ毎回言うんですけど、どうでもいいです、そんなのね。ハローっつって入っていけばいいです。すごいふてぶてしい態度とか、態度が悪くなければ、そんなところ採点箇所じゃないですから、挨拶なんてどうでもいいです、ね、昔面接会やってた人がそこをちゃんとしろって言ってましたとかね、嘘です、関係ありません。で普通に行ってハローっつって入ってって、でわざわざね、こう座らないでずっと立ってる人ね、 Please sit down とかね、 Have a seat とか言われるまで立ってる人、関係ないです、座っちゃって構わないです。で大体面接官最初に My name is なんとかかんとかって言って、 May I have your card please って言って、カードをくださいって言ってきますね。でそこで私はいいです、 Here you are みたいな感じで、で必ず試験官聞いてきますから、 This is the grade 3 test OK っていう風にね、3級だけどいいっていう風に聞いてきます。でしたらもう OK って答えればいいです。でそうすると Ms. 何々とか Mr. 何々 How are you っていう風に聞いてきますから、 How are you ですか、 I'm fine とかね、 I'm nervous とかね、何でもいいんですよ。なんかいろんなこと聞いてくると思ってますけど、聞かないです。でしかもどうせこれ採点されないから、間違ったって構いません。で Here's your cardって言ってね、A4 サイズのね、カードを渡されるんですけど、そっからいよいよテストですから、それまではそんなに気にする必要なんか全くないですから。で、Please read the passage silently for 20 seconds って言われますから、20秒で黙読です。ここの黙読のポイントなんですけども、カードで大体まあ5行の英文があるんですけども、当然読めない単語があるからそこをチェックするとか、まあカンマがあるとこをね、区切ろうとかっていう風になると思うんですけど、まあまあまあそれはそれでいいんですけど、注意すべきポイントがいくつかあるので、ここを押さえておきましょう。まずですね、複数形に注目してください。必ず複数形の名詞が入ってますから、それね、音読するときに、ね、S 飛ばして読んじゃいますよ。これはね、順2も2級も同じです。必ず複数形の名詞が入ってて読み飛ばしちゃう人がものすごく多いですね。 S が欠落してるっていうのはもうこれ減点ですから、ここ気をつけなきゃいけない。であとは3級の場合は So に注目ですね。 SO の So の関係ある箇所が問われる可能性が高いですね。まあ And の時もあるんですけど、そこに注目しておくといいですね。あとあと応答問題ですね、ここの部分が問われる可能性が高いからですね。で、Please read it aloud っていう風に、はい、読んでいくんですが、まあまあ、カンマのところで区切ったりとかしながらね、前置した名詞のところで区切ったりとか、その区切りっていうのが非常に大事になりますね。意味の区切りなんですよ。ここで塊だっていうのが分かりながら読んでいくっていうのが大事です。で、まあ、順に2級になると、この辺がもっともっと難しくなるって感じです。とにかく複数形。複数形間違えないように。で、それが終わると、Now I'll ask you 5 questions という形で、5つのね、質問が呼ばれますね。で、1個目が、読んだ内容に関するものですね。Please look at the passage ね、パッセージ見てくださいから始まるやつです。多くが why です、なんでですかっていうのから始まって、文中の so の前に書いてあることが答えのヒントになりますね。でそこを読めばいいんだけど、まあ because とか何々とかって言って、ここを読めばいいんですが、まあ、because なくても大丈夫です。でここの主語のところがだいたい複数の人なんですよ。 some people って書いてあったり、 some students、 some children とかですね、書いてあるんですけど、ここを they に変えてやんなきゃいけないっていうのが大事ですね。そう、代名詞に変えるってやつです。ここ代名詞に変えないと減点ですから、they に変えてやるっていうのを意識してください。でここ what で出てくる時もあるんですよ。でその時も主語がどうせ本文中では some people みたいな形になってるので、そこを they に変えるっていうのを絶対に忘れないですから、これが満点取るポイントです。続いて No.2 ですね。No.2 は
絵に関することですね、必ず。Look at the picture っていう風になります。で、ここで問われるのは、ほとんどが where か how many ですね。どこにあるかっていうのが問われることが多くて、で、どこにあるかってことは、そう、前置詞使えないといけないんですよ。ここ、on the何々とかね、使える必要があるんですよ。で、さらに注意しなきゃいけないのは、絶対に文にしなきゃいけない。on the何々だけだと減点されちゃいますから、it's on the 何々とか、they are on the 何々みたいな形で、ね、まあ、猫がここにいるとかさ、で、時計がここにあるとか、必ず代名詞、be 動詞、前置詞ですね。これを忘れないでください。で、それぞれ代名詞間違っちゃうとか、B 動詞間違っちゃうとか、前置詞間違っちゃうってね、それぞれ減点対象ですから気をつけてください。で、あとは How many ですね。いくつあるか。で、これもだから How many って聞かれて、3とかって答えちゃダメです。3 are とかですね。B 動詞足す。とにかく主語、動詞使うっていうのを忘れないでください。ここが超大事。で、No.3 ですね。Please look at the 誰々ですね。The man とか The girl とかですね。そういう風になります。で、大体 What is he doing とか What is she doing ですね。何してますか、あの吹き出しがあるとかありません、ね、これ漫画のフワンフワンフワンって、ああいう時は What is she going to do とかですね、何をしようとしてますかっていうのが出てくるので、もうこの2つのパターンですね。今しているところですっていうんだったらちゃんと進行形にしてくださいね。 B 動詞プラス ING の形で答える。そしてhe とか she とか the man とか the woman って言っちゃダメですからね。必ず代名詞にしてくださいね。これが大事です。 he とか she にするっていうのを忘れないでください。それはこのファンファンファンの時も同じですね。 she's going to とか he's going to って必ず言うようにしてくださいね。これがすごく大事です。これさえできれば点が取れます。で、準二級になると映ってる全員の動作を描写しなきゃいけないですね。で、この動作の描写っていうのがこの現在進行形なんですよ。侮れないですよ。3級準二級ですね、どちらも現在進行形で表すっていうのが大事なんですよ。そして2級とか準1級になったらこれ過去進行形で表さなきゃいけない。 was ing とかですね、 were ing っていうのを使わなきゃいけないんですよ。そういう風にステップアップしていくんですよ、英検ってね。で、あの言われますんで Please turn over the card っていうのでカードをひっくり返します。で、ここから質疑応答のところになりますね。何も見ないでただただ質疑応答するやつですね。で、No.4 が、まあ、WH クエスチョンですね。 What kind of 何々 do you like とかだったらすごい簡単なんですけどね、いろんなのが出てきますから、まあ、特に厄介なのが How long とかね、どれぐらいの期間やってましたか、現在完了が聞かれたりとか、 What are you planning to とか未来のことが聞かれたりとかね、こういうのが厄介です。 I'm planning to 何々とか言えないといけないんですよ。そう、現在系で来たやつは楽なんだけど、と現在完了とか未来が来た場合は非常に厄介ですね。で、とにかく1文で答えれば OK ですから、準2級2級になったらね2文答えなきゃいけないのに対して3級は1文でいいですから楽ですよ。準1になったら3文答えなきゃいけないからね。で、No.5 は Yes の疑問部です。 Do you like 何々とか Have you 何とかかんとかって聞かれて Yes No で答えるやつですね。で、 Yes とか No って言ったらまたさらなる質問がやってきます。で、そのさらなる質問にまた1文で答えればいいです。で、自分に関することなんでそんなに難しくはないんですけど、ただまあやっぱね過去形が出てきた時にね、過去形使えるかとかっていうのが結構厄介になりますね。で、そしてまあさっきから何度も言うように文にしてください。ただ動詞だけで答えちゃうとかね、名詞だけで答えちゃうってダメですね。必ず主語動詞の文で答えるっていうのが大事になりますね。で、これができれば満点ね狙えますので、ぜひやってください。そしてとにかくね、日本語を使わない。日本語を使っちゃったら限定されちゃいますからね。とかとかってやらない。そしてだんまりにならない。最後態度点つけられますから、だんまりが一番態度点低く出ちゃいますね。で、分かんなかったら聞き直すことできますね。聞き返し、I beg your pardon とかさ、 sorry とかでもいいんですよ。それだけで聞き返すこと、それぞれの設問に関して1回聞き直すのは全然マイナスにされないですから。これ結構他の Q のやつにも質問がいっぱい来てたんですけど、全体のテストで1回だけ聞き直していいってことですか？違います。それぞれの設問です。それぞれのクエスチョンで1回聞き直すのは減点されません。2回聞き直したら減点です。これは全ての Q 同じですから、なるべく1回までですね。考えてて時間稼ぎたいっていうのでやる人も多いですね。いいですよ、時間稼ぎ使っても別に構わないです。ただもう何も考えてもいないので、もう機械的に聞き返したらね、態度点引かれるかもしれないですけどね。1回聞き直すのは大丈夫です。で、あと態度点、コミュニケーションを取ろうとしてくださいね。ここが大事になりますので、そこを見てるので、もうやる気ないとかですね、もう機械的に答えてるみたいなのダメですから。ただ声大きくハキハキとかそういう意味ではないです。もう声ボソボソも絶対ダメですけど、聞こえなかったらコミュニケーションする気ないなこいつって思われちゃいますからね。答えようとしてるよ、ちょっと出てこないけど頑張って答えようとしてるよみたいなのを出してください。でも分かんないから、もう I don't know で言っちゃえばいいですから、もうそれしょうがないです。分かんないんですから。変に間をずっと開けて態度点がマイナスされちゃうよりずっといいですからね。ただし I don't know I don't know
ね、I don't know みたいにね、I don't know 連発するのはそれも当然態度点最悪になりますけどね。まあどうせ合格できないですけど、それは。はい、という感じでですね、文で答えるっていうのがまあ一番大事かなと思います。名詞だけ、動詞だけっていうのはダメです。そして代名詞ですね、必ず代名詞変えるんだっていうふうに思ってください。はい、この辺のことをね、意識して受けるとだいぶ違うと思います。これは他の級にも言えることですので、ぜひ参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.